流れてる曲からも分かるように、ちょっと今日誕生日イベントということで、今日何も知らずに付き合ってくれたタイマーの皆さんも本当にありがとうございました。ありがとうございました。タマもありがとうございました。はい、まあ、芋を焼いてね、いろいろとやったわけですけれども、お楽しみいただけましたでしょうか。だから沼の出が悲しいですけれども、これからですね、ちょっと、ま、もう10分ぐらいちょっとお時間いただきまして、ちょっと誕生日イベントっぽいことをやろうかなと思っておりまして、はい、まずちょっと主役の2人を呼びたいと思います。はい、ではいきますよ、せーの、せーのってやってもコウマさん、マギアさんでいきましょう。せーのでお願いします。せーの、コウマさん、マギアさん、いらっしゃいませ。マイク使ってください。今じゃあ母音を堪能しました。まあ、今日はね、お誕生日イベントということでですね、はい、お祝いさせていただいたわけですけれども、ライブどうでしたでしょうか。イベント全体の感想とか、まあ、一つ年を取った時の意気込みとか、はい、大人の女性として頑張りたいなと思ったんですけど、頑張ってます。芋はまだ食べてない。ありがとうございます。コウマさん、いかがですか。え、私も、うん、だって今日のほら主役の2人じゃないですか。ではこれからは目隠ししてもギターが弾けるかっこいい人になりたいですね。ありがとうございます。じゃあここらで用意して、ケーキを用意しておりますね。ちょっとね、こうお誕生っぽいことをやりたい私が勝手に計画しました。なんか気味悪い魔術師みたいなのを持ってきましたね。いらっしゃい。何の呪いなんでしょうか。みんなおいで。呪いの儀式みたいな。赤いよ。ちょっと可愛らしい感じで。これね、あのね、コンセプトがあって、赤はコウマさんの赤、ハートはマギアさんのこうイメージでね、私が独断と偏見で。じゃあ皆さんでちょっと歌いましょうか、ハッピーバースデーツーを。昭和の人間です、すいません。じゃあ次行きましょう、せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアコーマギア、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。せーの、ちょっとしたプレゼントの進呈がございますので、これマグロマンスと、デイゾとのメンバーからちょっとしたプレゼントございます。はい、はい、逆でしたね。あ、逆ですね。逆に行ってこっちから、そこ入れ替わって、はい、こっちの方ですか。はい、はい、では贈呈してください。ありがとうございます。主役の2人にも程よくお喜びいただけたところで、そろそろお時間も迫ってまいりましたので、では撤収。最後におめでとうとかないですね。最後には皆さんでお誕生日おめでとうでいきましょう。じゃあせーの、はい、せーの、お誕生日おめでとうございます。最後までお付き合いいただきありがとうございました。お気をつけてお帰りください。お気をつけてお帰りくださいませ。どうも最後までありがとうございました。はい、では本当に撤収。はい、撤収。